チャレンジカップ準々決勝、福岡ソフトバンクホークス対。ここで打席には鈴木が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しよう。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば先制。2球目打ちました。一塁送球、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー二塁となり、打順は1番に帰ります。バッター野間。ホークスこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。ショート掴んで3アウト。この回の攻撃はバッターボックス山田。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。さあ勝負してくるのか。変化球で空振りを取る。試合を制したのはソフトバンクホークスです。